1996年の近鉄バファローズでは、1996年の近鉄バファローズにおける動向をまとめる。1996年の近鉄バファローズは、佐々木京介監督の1年目のシーズンである。また、藤井寺球場を本拠地とした最後のシーズンでもある。前年優勝が期待されながらも1987年。 以来8年ぶりの再開に転落したチームは、OB の佐々木京介を監督に招兵佐々木新監督は、熱血指導で再開に終わったチームの立て直しを図り、現役時代の恩師でもある、西本幸雄にあやかって、背番号を68にするなど、あの手この手で、チーム改革に着手。これが功を奏したのか4月は新戦力の CD や、タフィローズの活躍で勝ち越すと、 その後は、オリックスや日本ハムに次ぐ3位につけた。しかし、9月以降に12勝15敗と負け越して、西武に抜かれると4位でシーズンを終えた。投手陣は新外国人、ルイス・アキーノがチームトップの11勝を挙げ、山崎慎太郎、坂井博樹がチーム2位の8勝と、それぞれ続いたが、坂井は打線の援護なく大きく負け越した。打撃陣は、ローズ、 CD の両外国人と中村の博が20本類台上を記録し、チーム本類打はリーグ1位の146本を記録していて前、打線が復活した。それでも借金を1桁に減らし、佐々木監督の1年目は、まずまずの出だしとなった。シーズン終了後、かつての4番、石井博史郎は巨人へトレードされた。ありがとうございます。